します。何から言うと、まあ別に初めましてからで、初めまずはまず自己紹介。あ、自己紹介するの？自己紹介、簡単にじゃあ自己紹介をお願いしてみる。はい、小川ですけれども、はい、今日出会ったわけじゃなくて、3、4年前だっけ、はい、あ、それを言った方がいいの？軽く、あ、先に、はい、じゃあ今までのなしね、はい、今からねどこの学校でっていう、あ、そうかそうか、言わなきゃいけないね、はい、見てる人 何だか分かんない、あ、そうかそうかそうか、私は分かりますけど、はい、分かりました分かりました、じゃあなんか久しぶりなんですけど自己紹介から始めたいと思うんですけど、はいはい、今僕ここなんかなんとなく図書館の雰囲気がしてると思うんですけども、神奈川工科大学っていう、はい、神奈川県の、まあ、中央にあるんですね、厚木市にあるんですけど、そこの大学で教員をしています。で、教員はいろんな役回りがあって、この図書館の図書館長っていうのもやらせてもらってるので、もうぜひ吉田さんの写真をここで展示して展覧会をしたいなと思って、今回声をかけさせてもらいました。はい、で吉田さんも自己紹介をしていただくことになりますでしょうか。はい、はい、横浜で、中心でこういういろんな女性を、モデルに、写真を、撮ってます。吉田勝弘と言います。まあ見ての通りこういうなんかちょっと、身体障害で障害者アートをやらせていただいてます。はい。なんか最初に知り合った時は吉田さんが2つパソコンを並べていて、それで写真を編集トラックボールなんか使ってて、はい、あ、そういう工夫をしながらパソコン使われてる方なんだなっていうことを知って、写真カメラマンであるってことは後から知って、ホームページとかそういうところで見せてもらったんですよね。そしたら横浜の県民サポートセンターですか、はい、そこで定例のようにこう写真展をしている。ぜひそこは画廊のようにこう壁に描けるんだと思うんですけども、ここはちょっと狭くてこういうイーゼルに写真を置いていただいてるんですけれども、どうですか、この図書館という空間でやるっていうのは初めてだと思う、はい、僕も実はその展示場以外であんまりやったことがなくて、で展示場でイーゼルを使っている展示も前はやったことはあったんですけども、図書館っていうのは初めて、でも大体図書館のイメージは分かるので、で、まあ、こういう雰囲気で、まあ本当になんていうんですか、画廊のようにこともないところで作品を、並べて見るには最適って言えば最適っていうイメージは図書館っていうのを私は聞いてたんで結構持ってましたね。でやっぱり大学等とかの図書館っていうことだったんで、まあ大きいんだろうなと。で僕の写真も結構大きくしたいんで、スペース的なものも結構いいんじゃないかなと思って、そんで最近ちょっと展示で僕も基本的に学装をしないで、もうポスター感覚で画面の面が多かったんですけど、で今回いろいろ使えるというのもあって、とりあえず木製を重視にしたその額を置
オリジナルでちょっと作りまして、うんうん、そうですよね。今回これで初お見栄えって、初お見栄えこの額装がたまたまこう木彫でこう、そうですね、いい感じにまとまってるかななんていう気がするんですけど、これみんなあの自分で印刷もやってて、でまあそうすると大きさもね自分で決められてやるんで、ちょうどよくて、うん、この大きさにまた向こうの、正面 の、はい、あのポスターなんかもすごい大きいんだけれども、はい、あれもご自宅 で、 そうです、ね、あのプリンターで、はい、引き伸ばせる、はい、そうですね、ここまで大きくできるんです。一般家庭にはないようなプリンターが、うんうん、僕の部屋を占領、ね、占領してるしてる状態で、ありますね、うん、でまあシーズン的に、うん、2回ぐらいはなんか大活躍をしてくれていて、あとはまあご依頼があればそれ以外の大きさで出力をするみたいなことはまあたまにあったりもするんですけど、それ以外ではカバーかかって、物が大事になってるんだよ。あ、そうなんだ。今回はなんとなくこう僕はフレあのアルミフレームのような感じで、よくあるはい、こう入れるのかなと思ったんですけど、この木作りでこれも手作りで、そうですね、皆さんにこういうふう指示してこうその厚みだとか額の幅だとか、うん、全部吉田さんの方で決められて作られて、そうですね、で要するに手作りっていう、そうですね、もう本当にホームセンター行って、うん、木を見て大きさいろいろやって、うん、でカットして、うん、で家で、うん、今ほら DIY が流行ってるじゃないですか、うん、ですね、で、なぜかこういうものを作ろうと思ったら、うん、なんか DIY、うん、DIY のなんか材料がいっぱい、うん、家の中で散乱するような形になってしまってですね、なぜか電動ドリルまで買っちゃったみたいな、うん、カメラマンなのにカメラマンなのに電動ドリルがあるっていう、そういう現象に今はなっていて、で、そしてまあうちもそんなひどくないんですけど、うん、やらないとこういったものが部屋の中に収納されるような、うん、感じですよね。なんか僕は素人だけど、このモノクロの写真で、あ、こういう色物が大学の学園祭らしい放送が入ってます。こういうのがいいですよね。入って、ホームカミングで情報交換会並びに抽選会を開催いたします。まず、で、あ、こんにちは。いらっしゃい。中断するような感じになりますけど、僕の方も紹介したいと思います。まあ、みんな抽選をしにく、いや、卒業生かね。食堂でなんかちょっと食べれたりとかすることもできるんですけど、じゃあもう少し続けちゃってから紹介 しましょうからね。今回図書館でやってもらってるんですけど、この考え方、まあ、図書館のあり方っていうのは、まあ、図書館っていうと大学図書館っていうと、まあ、その専門書があってそれをまあ、貸し出したりとかして勉強のために存在しているような感じがすると思うんですけど、今やっぱりなんていうかな、いろんなカルチャーをどこでやるかっていうと、各学科のその建物の中っていうよりも図書館っていうものをもっと幅広い機能で
こう働かせていった方が学生さんのさまざまなこう力っていうか内的なそのものとかうちに秘めてるものとかいうものが出てくるんじゃないか、それは各学科の教育以外の部分で働いた方がいいんじゃないか、それがその機能っていう働きっていうのは図書館じゃないかなと思って、まあ、こういう図書館で写真展や絵画展やそれからいろんなトークショーをしたりとかまあ、様々なイベントを図書館でやるっていうこともこれからは考えていった方がいいと思ってるんですね。で図書館長をやらせてもらってからまだ日も浅いんですけども、こういった写真展とかやれてるっていうのは今後ちょっと第一歩、その何ていうかな、図書館をこう、はい、の幅を広げていくっていうか図書館の機能をもっとこう増やして多機能にしていく、その第一歩になるんじゃないかなと思って僕としてはまあとても満足しているんですけれども、で、大体1日1000人ぐらい出入りがあるんです。こちらでカウントして、まあ、何人利用したかっていうのは入り口でカウントがされるんですけど、その大体1000人ぐらいなんで、来週今は学園祭なので皆さん学生さんは、サークルとか研究室とかいろんなところで仕事を持ってるので、はい、心に入ってくることが少ないかもしれないんですけど、来週1週間は、はい、まあ、1000人、毎日1000人近くの方が入ってきますので、その正面にまず大きなポスターがありますので、それからこちらに自然と目が来るので、多くの方に若い学生さんにね鑑賞してもらえるんじゃないかなと思って期待しているところです。はい、うん、一番ねいいところにこう置かさせていただいて、そうですね、あそこの入り口入ってゲートを入って正面に絶対目線が行くと思いますから、そうですね、そしてちょっと目を横にそらすとこうずっとこう並んでいますので、なかなかね、そうですね、図書館でいきなり女性のカードを写真が、ね、アップっていうのはなかなかないんで、ね、まず全国でも初めての試みで、なかなか面白いと思いますね。なんで吉田さんにオファーっていうか、オファーね、まずその3、4年前に出会ったっていうのがあって、その時に初めてお会いして、その後は直接会う機会はなかったんですけど、ホームページとかそれからどっちかというと風化の方のところにずっと過去の写真展のあれが、そうですね、はい、なんて言ったらいいんでしょう、介護事業所って言ったらいいのかな、そうですね、はい、介護事業所さん の, ホームページにずっとこう過去の写真展があって、あ、これはうちでやりたいなと思って、それでメールをしたんです。大学でやっていただけませんかって言ったら喜んでみたいな返事があったんですけど、まあ、僕はおそらくその県民サポートセンターでやってた写真をそのままこちらに置いてくださるのかなと思ったら、全部つくこの木枠のあれも作って、搬入の時にその表でドリルでこう締めてなんていうことを、まあ、して、あ、でもうなんていうんですか、ここのために作っていただいて、ここの雰囲気を事前に1回、そうそう、1回来てもらってましたから、下見をしてもらってたんで、それに合わせて作ってもらえたんじゃないかなと思って、もうお話をいただいて2ぐらいからどんな形にしようかっていうのは、うん、自分の中のイメージを作って、うん、まあ一度見学をすでに来ていただいて、うん、まあこういう感じならばちょっとそうですね、柔らかさが
うん、暖かさをちょっと持った方がいいなと思ったんで、こういうとりあえず木枠でやらさせていただいて、僕なりにちょっとイメージをやっぱりして、うんうん、そしたらなんか成功してるような気がして手前味噌ってありますけどこの、 あの白木の枠がね、あので、下のイーゼル自体は本当にシンプルな、あのもともと大学のいろいろな学科のポスターを載せるようなシンプルなものだったんですけど、たまたまちょっとちょうど相性が良かったんで、ね、大きさもちょうどいいよかったですね。まあぜひ来週の、まあ、本番は来週僕は若い学生さんに見てもらいたいな。5500人ぐらい、5000人強の学生さんがいる大学ですので、で多くの学生さんが図書館を利用されてるんですね。今は図書館って本を利用読むだけ借りるだけじゃなくて、 DVD を見たりね、あちら並んでますけど DVD 見たり調べ物をパソコンしたり、それからグループで話し合うようなスペースも1階と3階にあったりとかするので、いろんな利用の仕方をする方が来られるので、まあ、ここに、写真もきっと大勢の方が見てくれて、くれるんじゃないかなと期待してます。はい、吉田さんの作品を展示するっていうところに何かこう吉田さんっていう、こうセレクトしたなんかポイントっていうか、セレクトしたポイントはまずは写真がすごくなんていうのかな、心に残るような写真だし、思わず立ち止まってしまうような写真なんで、そういう写真ってきっとなんか皆さんの何らかの共感を呼ぶっていうのがすぐ分かったので、そういうのをまあ見てもらいたいっていうのもありますし、それから写真を撮るときにやっぱりいろいろなカメラのそのを操作する上でのさまざまな機能をリハビリテーションエンジニアにの協力のもとにこう作ってあるので、そういったカメラを使うことによって自分の思いをこう映像に できるということっていうのがちょっと直接それをこう知らしめたいっていうことではないんだけど、間接的に分かってもらえるんじゃないかなと、あんまりダイレクトにこう例えばこういう機能障害があってでもこういうことができますっていうようなその短絡的なものではなくて、本当に芸術の自分のほとばしるものを形にするためのそのツールさえあれば、それが表に出てくるっていうものをなんとなく間接的に知らせたいっていうのがあって、ですからプロフィールのまあ写真ももちろんきっと手元とかカメラとかそれからご本人の写真とかを並べればいいんでしょうけれども、僕は吉田さんが作ってくれたそのプロフィールっていうのはこう割と背景に自分を入れてプロフィールを書かれてるっていうところもなんか気に入ってるんですけど、でも間接的にはどういう人でもなんかその思いがあれば形にするだけの今は
工夫とか、それからそういう機器の開発だとか、そういうことができるんだっていうことを知らせたいなと。特にうちの大学は工科系の大学なので、ものづくりはみんなものすごく興味を持っているので、それをこういうことにも反映できるんだっていうのを発想的に知らせることにならないかなっていう、それがまあちょっと、それはまあ全面には出してないんだけれども、間接的に学生さんたちに伝わればいいなっていうのはありますね。そういうのは見ましたね、また放送が。OB、OG の皆様へご案内いたします。15時30分より、計3号館2階、第一食堂にて、ホームカミングで、横浜のリハビリテーションセンターの方で作られているので、残念ながら、うちで作っていたもんだったら、もっと前面に出すかもしれませんけど。15時30分より計3号館2階第一食堂にてホームカミングデー情報交換会並びに抽選会を開催いたします。皆様の参加をお待ちしております。そう、僕から、はい、いや僕も実は何て言うんですかね、もちろんメインは撮ってるこういう作品たちなんですけども、僕はそいつ一緒にセットで、うん、僕も見てほしいっていうところが、うん、必ずあって、もちろん作品を作り上げてるのは何気に人を撮ってるので自分を撮ってるっていう、うん、イメージとしてやっぱりあって、うん、やっぱり自分が思う心の表現と考えるところととかいろいろなものの総合を合わせてで作り上げている一枚一枚が作品で、まあこのように何かを残そうと言った時にセットで残ってくれるといいなって。ああそうですか。でそれでやっぱりそれっていうのは単純に本当の普通の人には、うん、どうしてもかわいそうに見えちゃう、うん、イメージのこう、うん、障害者っていうイメージは、ね、なんとかやっぱりしたいなと、うん、っていうところもあって、うん、で普通の人ならカメラ持って構えて、うん、一枚でパチッと撮ればいいんだけど、うん、僕が写真を撮ろうとすると、うん、要は電動車椅子に、うん、どうやって固定しようかとか、うんうん、どうやって力がないから固定してボタンを押すようにしようかっていうのをなんとかしようというのからやっぱり入りましてですね、でちょうど僕が写真始めたのが18歳の終わりぐらいの元学校が高校が終わるぐらいの時、その時担任の先生に即席の車椅子で持ってけられるような三脚を作ってもらって、ちょっといろいろやっていくんだと不便だっていうところで、ちょうど学校卒業して、ちょっとある、先ほど言った横浜市総合リハビリテーションセンターっていったところに関わり合いがやっぱりできまして、で、そこでリハ工学部って、という企画研究室という部署があって、そこは福祉機器の認証と開発を中心にやってる機能らしくて、そこでちょっと相談をして、でまあ固定商品ではそういうものは集まり忘れていないので、じゃあ作り場一から作りましょうと。いう企画で、そういうエンジニアの方に相談して作り上げたのが、今使っている機材なんですね。で合計はフルモデルチェンジとマイナーチェンジ入れて
4回5回ぐらい作り直している。なるほど。やっぱり消費して、まあ毎回あのお世話になっていて、その方がおばさんとちょっと巡り合わせたきっかけ、きっかけだったんで、そうですね、で本当に作品を見てもらうっていうことと、僕はどういうふうにして写真を撮ってだったとか、で障害者とこんなことを やってたぞっていうようなイメージ作りというんですかね、うん、僕も何も性格をちょっと目立ちたい精神も多いんで、でどうしてもインパクトが強すぎる部分があって、やっぱり電動車椅子を取って、人工呼吸器をつけて、でなぜか移動手段のために使うような車椅子に何かついてるよみたいなものを見てもらって、あれカメラかって言って写真撮ってんだっていうのが始まって、で実は僕らはカメラつけてないとね、作品って言った時に、え、これあなたが撮ったんですかと、なんかそのギャップ感がギャップなのが僕は楽しくて、なるほど、はい、そうなんですっつって、そう見えないでしょっつって、その辺のこう、なんて言うんだろう、そこでのこう出会いとかコミュニケーションがを楽しんでる部分もあるわけです。そうですね、でやっぱりどうも我々を見るとやっぱりその方々はやっぱり同情心から入ってくる方がいて、作品を見て、でまあなるほどなって思うところから、いや我々は別にかわいそうじゃないって言って、やりたいことやってる僕は人間なんでっつって、だからもう僕の友人、よく知ってる友人はなんか優しさ見ると、なんか、なんていうんですか、なんか、あんまり同情心ってなくなっちゃうんだよね、つって、っていうような感じにやっぱりなっていきますね。まあ、だから本当に障害者と健常者で分けられる分野の中で、なんかそういうのがなんかなくなっていっちゃうみたいな。ただ、歩けないから車椅子乗ってるだけだという。自分にイメージを、まあ、持ってる方が多かったのと、僕もそういうのが欲しかったんで、だからもう本当にね、やっぱり障害持たれてるかで、変な目で見られるの嫌だから、やっぱ外出られない人たちがいっぱいいる中で、僕は見てほしいから、もうその辺もう前に出ちゃうみたいな、僕はそんな感じですね。じゃあその写真そのものの、その自分のアートとしての写真を見せるっていうだけではなくて、自分も見てほしいって、自分と一緒にその自分という存在も見てほしいっていうのが吉田さんにはあるんですね。そうですね、別に作品誰かを真似してるわけでもなくて、じっくりと僕の思いとか、いろんな強いものが、で、そういうものがあるのが埋め込んであるのは僕の作品だって、そうですね、本当に僕を感じてくださいっていう時に、作品を見てもらう、僕自身を見てもらうなりで、なるほどね、そういう感じですね。どうし、だからね、またこれに限らずね、機会があればまたどんどんやらせていただいて、で、こういったお話もね、いろんな方々に聞いてもらいたいと思うんで、まあ、なんかお話する場面があればどうぞお声をかけてください。はい、そうですね、もしこの1週間を来週ですね、やって
皆さん学生たちの反応とか、うん、そういうものを見て、また今度形を変えてまたやってもいいかなと思ってますよね。今回はまあこういうふうな形でやりましたけれども、また違った展示の仕方だとかいうことで、1回でもうやったからっていうんじゃなくて、なんかちょっと継続しても面白いかなと。去年はこう県民サポートセンターの方でも年に1回ですか、はい、やってるんで、大学でもね、またちょっとコンセプトを変えるとかいうふうな形でやっていくのもいいかなと思ってますけど、うん、吉田さんは。あ、そうですね、僕も、こういう機会があればぜひぜひまたやらさせていただきたいなと。はい、はい、まあ、来年はまあ各種イベントをやる予定でもあったりもするんですけど、また今度ね、工科大学の学生さんとなんかコラボしたような作品、うん、コラボするようなイベントだったりだとか、うんうん、しても僕は面白いかなって思っていて、で、もっともっとニューヨークの人と学生さんたち、うんうん、感じてもらえるようなイベントをやれればいいなと思ってます。そうですね、はい、なんかそんな少しまたバージョンを変えてやっていければね。そうです ね、 ですね、はい、じゃあ今日は学園祭のお忙しいところありがとうございました、はい、ありがとうございました。